ガスタービン4両、ディーゼル4両のハイブリッド編成。なるほど、そうきたか。鉄道用エンジンとしては実用化には至らなかったが、経済性を問題にしないバトル専用仕様なら、あるいは。ながら惚れ惚れするぜ。パッシングポイントは少ない上に全く隙がない。ミスを待ってたらそのままゴールしまうな。決めた、石切り通過で仕掛けるぜ。けどよ、このままだと先行してる阪急の方が有利なんじゃねえか。ダウンヒルに入ったらあいつを捕まえるだけでも至難の業だぜ。本当に策なんてあるのかよ。一言で言えばラインだ。鉄道ではありえない究極の走行ライン、単線区間で先行列車を無事抜く、土産線特急だけのスペシャルラインか。土産線スペシャル、何のことだ。それはな、あーてめえなんてことを。たった今からてめえはエンペラーのケイスケ君だ。いいな。よくねえ、つうかわけわかんねえ。殺すぞ。おはよう、こんにちは、僕、ケイスケ君。そりゃオウムじゃねえか、バカ野郎。あれ、声が遅れて聞いて。人形がやる芸じゃねえだろ、アホ。もっと殴ることはねえだろ。バカになったらどうすんだよ。それ以上バカになるならぜひ見てみよう。すみません、もう十分バカです。はい。何しやがるんだてめえ。はい。陽介てめえ、待てこら。どうしたんだ。そんなのありかよ。悪く思うなよ。インベタのさらにインとは空中を描くラインだ。高低差のある地形だからできる掟破りの短絡線、土産線スペシャルラインだ。もう一丁。
度ジャンプをクリアしてきやがった。運転センスの塊みたいなやつだぜ。けどな、一度俺を前に出したらノーチャンスだ。このまま一気に難波まで突っ走るぜ。この勝負勝った。親父の言った通り負けるな、こりゃ。そういえば親父何か言ってたな、思い出さなきゃ。いいか、一度しか言わねえぞ。木田太郎ってよ、実はズ。ズ？しかもズに点々って。この後なんて言ってたっけ？やっべ、すっげえ気になるぜ。絶対に防げない走行ラインだと？ああ。どうしてそれを巧みに教えなかったんだよ。教えても防ぐのは無理だからさ。単線区間で先行列車をぶち抜く発想がねえとか。単線区間で先行列車をぶち抜く？近鉄ってのは伏せからこっちが複々線になってて、鶴橋を過ぎたら上本町の地上ホームと南波へ抜ける地下線に分かれるだろう。ああ。勝負かけるならその最後のポイントしかねえぞって打組に言ったんだ。そこに差し掛かる時は絶対お前が後ろにいるはずだからなって。あいつピンと来ない顔してたけどな、今頃は意味が分かってるからな。抜き方のアドバイスはしたのか？一応な。もし俺の言ったことがあいつに理解できていれば、抜き返せる確率は 50% ぐらいある。なんだよ、それでもたった 50% しかないのかよ。少ねえな。当然だ、全力で逃げる相手がいるんだ。テレビゲームじゃねえんだぞ。めちゃめちゃうまい。抜かれて後ろから見るとそれがよくわかる。ついていくだけでもいっぱいなのに、抜き返すチャンスなんて。親父なんて言ってたっけかな。仕掛けるポイントはラストの複複線区間だ。その時相手は絶対にお前の前にいるからな。そんなことわかんないだろう。わかるんだよ、それが。いいから黙って聞いてろ。こっからが重要なんだ。鶴橋を過ぎると複複線が地上と地下に分かれる。それがお前のチャンスだ。高低差を使え。鶴橋通過。そこまでに勝負が決まってなければお前はもう気がついてるはずだ。もう手も足も出ねえだろ。須藤恭一が捕まえられなかった藤原匠を俺はぶち抜いた気分だぜ親父。何もかも作戦通りだ。親父は気がしはガムジャンプで来るってことは言えない。けど肝心のその先が分かんない。分かったぜ親父。どうしたってんだよ。ラストチャンス。狭い緩いカーブになってギリギリ通れる。お前のテクなら並んでいける。もつれて日本橋に飛び込めばあとは運だ。せいぜい頑張ってこい。なんだこの加速は。一体何が起こりやがった。クソ、誰が。
どうですか。プロペラシャフトが真っ二つだ。エンジン出力アップに振り子傾斜角増加、シャフトそのものも軽量化して無理させてたからな。とにかくうまく避けてくれて助かったぜ。礼を言うよ。絶対に勝つ自信があったので負けたのはショックだが、いい体験をさせてもらったぜ。でしたが、怪我人はいませんでした。一夜にして復興を遂げた大阪府東部一帯は普段通りの朝を迎え、すげえな東大阪。頑張ろう関西。